はいどうもピオキングです。改めましてチャンネル登録者数5万人突破ありがとうございます。まあ、以前の動画でねクリスマス付近、まあ、24日か25日どっちかに出そうかなって思ったんですけど、ちょっとゲーム実況の動画のサイクル的にちょっと26になってしまいましたけど、そこのところは申し訳ありません。もう気づいてる方いるのかな、僕って動画は2日出して1日休み、2日出して1日休み、もうこれのサイクルなんだよね。ショート動画はですね毎日出すようにはしてるんですけど、通常の動画は2日連続で出して1日休みで、また2日連続出して1日休み、まあ、これが僕のサイクルなんですよね。でちょうど24と25がねあの動画を出す日だったんで今日になってしまったんですけど、で今日の動画なんですけど2つの企画をご用意しました。ぜひ最後までですねご視聴いただけると嬉しいなって思います。それじゃあまず1つ目、1月1日夜7時か8時ぐらいですね、実写ライブを行いたいと思います。この実写ライブめちゃくちゃ久しぶりだからね、あの多分相当緊張してると思うんですけど、ぜひぜひ遊びに来てください。で何をするかって言ったら、新年の挨拶をみんなでライブでしたい、そして5万人という10万人の折り返し地点、ここまで応援してくださった皆様にねお礼が言いたいんですよ。だから僕的にですねゲームをしなくてもいいかなと思うんですけど、まあその時の状況を見ながらですね何かやっていきたいと思います。まず1つやるのが実写で質問コーナーを行いたいと思います。でその質問コーナーなんですけど、ライブでするんじゃなくって別の動画とかで質問をいただいて動画にするっていうのも考えたんですよ。まあ、実写で質問コーナーをするっていうのはリアルでやっぱみんなと話したいからなんですよね。あのどうしてもゲーム実況僕がしちゃうとあのコメントがね全然読めないんですよね。ゲーム画面に集中しちゃって全然コメントが読めないんですよ。ライブとか来てくださってる方はわかるかもしんないんですけど、あのゲームしながらだったらねほとんどコメントが拾えなくて、まあ、ライブでね質問コーナーをすることによってたくさんの人と話せるかなと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。いやその日どうしても行けないし、あの一つぐらいは質問してみたいなとあの思ってくださってる方がいればですね DM なりこの YouTube のコメントなりで書いてくれたら嬉しいかなって思います。なるべくその質問はですねほぼ返信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ2つ目、プレゼント企画を持ってまいりました。まあぶっちゃけいつものことなんですよ、クリスマスともですねかぶってクリスマスプレゼントということで送らせていただきます。で今回プレゼントするのはじゃじゃん、このピオキングのキーホルダー5つです。まあこの写真じゃ大きさっていうのが分かりにくいかもしれないんですけど、だいたい4センチぐらいかな、4センチ3センチぐらいだと思うんですよ。で見てください皆さん、ナス缶を、ナス缶っていうのはあの銀の部分こう開け閉めするところなんだけど、これが火の形になってるんですよ。というのもマリオメーカーの中で熱っとかねよく言ってると思うんですよ。なんで今回火の形にしてまいりました。僕ですね他にグッズっていうのを販売してるんですよ。 Twitter のプロフィール欄からいけるんだけど、このキーホルダーはありません。これは今回特別に作ったもんなんですよね。なんで5万人記念&2021年クリスマスプレゼントオリジナル仕様ですね。まあ、かっこよく言えばそんな感じなんですけど。はい、それじゃあ応募方法の説明をします。これはね申し訳ない、 Twitter をしてる方限定ですね。この動画を出すと同時にですね Twitter にもこの動画のツイートをします。でそのツイートをリツイート、そして僕のアカウントをフォローするだけ、もうこの2つだけで大丈夫です。ここで注意点になるんですけど、このプレゼントを当選された方っていうのは僕が直で送ります。なんで送り先と名前が絶対に必要になってくるんですよね。これをやり取りできる方限定で応募してくださると助かります。まあ一回なんかあったんですよ、当選したけど住所教えるのが嫌だからあの他の人に回してくださいっていうことが確か1回あったんだよね。なんでそこだけ気をつけてください。ちなみにですねいるかわかんないんですけど、このキーホルダーと一緒に僕手紙も一緒に書いて送ってるんで、だからキーホルダーが届いたらですねなんか紙かなんか入ってるんで、それを見てくれたら嬉しいかなって思います。でこのプレゼントコーナー参加期限は今日から1月3日までにしたいと思います。その間にですねぜひぜひ応募してください。まとめますね、まず1つ目、1月1日の夜7時か8時ぐらい、まあ、ちょっとまだわかんないですけど、まあ、その辺にぐらいにですね実写ライブの質問コーナーをやりたいと思います。そして2つ目、プレゼント企画ですね。この2つが今回の動画でお伝えしたかったことなんですよね。でたまにあるんだよね、今までの面白いところをまとめてくださいとか、あの発狂集をまとめてくださいとか、
そういうコメントいただいたりすることがあるんですよ。でも実はね、僕 YouTuber らしからぬ過去の動画っていうのは全くないんだよね。パソコンの中に容量圧迫しまくってて、過去の動画っていうのはすぐポンポン消していっちゃうから、過去の動画の編集っていうのができないんだよね。まあ、YouTube 上からダウンロードすることはできるんだけど、それするとめちゃくちゃ画質が悪いんだよね。トロールコースでさ、画面の情報量めっちゃ多いとかあるじゃん。もうそんなんとかだったらね、マリオどこにいるかわかんないしみたいな、そのレベルの画質の悪さ、もうすごく悪くて、あんまりそれを動画にするのはどうかなと思ってやってはないんですけど、今後できるようにですね、考えたいと思います。はい、それじゃあ今日の動画はですね、この辺で終わりたいと思うんですけど、ここまで応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。今年ももうすぐ終わるんですけど、来年もですね、めちゃくちゃ騒がしくやっていきますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。